はい、どうもチョスです。というわけで今回も8月のシンデレラ9の方をやっていきたいと思います。というわけで今回はこちら、玉読みコラボイベント延長戦の方を見ていきたいと思いますよ。8月のシンデレラ9。はい、というわけでですね、玉読みコラボ皆さん楽しんでますでしょうかね。今回は両雄館高校から、中田直ちゃんがコラボ選手として来てくれましたね。というわけでそのストーリーでございます。じゃあ早速ね、見ていきましょう。おお、すごい、なんか魔球みたいな感じで通ってた。こんな演出あるんや。はい、というわけで遊び方でございます。遊び方、なんか書いてるね。新型コロナウイルス感染症の影響により、陵侑館高校中田直 N の、音声を未実装の状態でリリースさせていただきます。まあ今後出てくるといった感じですかね。うん、ということで、このイベントでは、ノーマルの、この中田直ちゃんをゲットすることができます。で、覚醒専用覚醒素材で、SSR まで持っていけるよといった感じになっております。で、多分おそらくこの機会を逃すともうゲットできなさそうな気がするので、これはぜひね、皆さんゲットしといた方がいいと思いますよ。で、お話的には2話しかないんですけれども、累積報酬がございまして、一番上に、中田直ちゃんがいますよということでね、これを全部クリアしたら、中田直ちゃんゲットできますよということで。あ、でも途中にもいますね。はい、だから限界突破とかするためにね、みんな集めましょうねといった感じでございます。じゃあ早速、第1話から見ていきましょう。8月のシンデレラ9、陵侑館高校。うん、そこまで詳しくは知らないんだけど、私たちの地域では有名な高校で、野球部員は確か100名以上いて、夏は5回、春は2回の全国出場経験がある強豪校ですね。100名？すごい。それだけ部員がいるってことは上手な人もたくさんいそうだね。はい、その中でも一番有名なのは主将の中田さん。エースと4番を兼任する陵侑館の大黒柱です。すごいな。エースで4番ってことは投げてよし打ってよしってことだから、たまちゃんそれは反則だよ私に言われても。今回もあれやね、たまちゃんよみちゃん出てくれるよね。よかったよかった。聞いてるだけでうずうずしてきた。いつか試合してみたいな。強いところはスケジュールも過密だと思うので、なかなか機会はないかもしれませんけど、私たちと有原さんたちがこうして出会えたように、どこかで巡り合えるかもしれないね。新越谷高校との練習試合から数日が経ったある日。お、これはなかなかの眺めだな。いや、可愛らしいですね。遠征試合の振り返りをすべく一人で少し歩いてみたが、思いがけない幸いだ。さて、今日の試合で明るみに出た課題を夏までにどう解決すべきか、自分なりに答えを出してからゆりの意見を。ん？あそこに見えるひまわり畑、そのすぐそばにあるのは野球場か。ひまわり畑に野球場あったら気になるよな。うん、ともっち、ナイスキャッチ。驚いたな、まさか私たちと同じ女子野球部とは。野崎さん、今のはいい球ね。その感覚を忘れないで。ほう、この様子はおそらく居残りの自主練だろう。それにしても、あれ、野球のユニフォーム着てる人がいるよ。あ、バレた。あれ、本当だ、どこの高校の人だろう。こっちに来て一緒にやりませんか。高台で見かけた時からなぜかそんな気がしていたが、雰囲気のいいチームのようだ。ではお言葉に甘えるとしよう。それでいけるのがすごいよな。はじめまして、貯水南水産女子野球部キャプテンの有原翼です。陵侑館高校野球部キャプテン中田直です。よろしく。ん、陵侑館ってどっかで聞いたことあるような。翼、陵侑館だよ、山崎さんたちが言ってた強豪の。ああ、しかも中田さんって大黒柱の人、あの反則の人よ。ん、私のことを知ってるのか。はい、この前新越谷高校と練習試合をした時に陵侑館の中田さんの話を聞いて。
新越谷。確か不祥事で活動を停止していたはず、新しいチームになって活動を再開したのか。中田さんってエースで4番なんですよね。投げる方と打つ方どっちが好きですか？どちらも好きだ。私は野球が好きだからな。かっこいい。同じこと聞かれたら私もそう答えよう。キラキラしてる。しかし珍しいところにグラウンドがあるのだな。ひまわり畑のすぐそばとは。まさかあれは君たちが植えたのか？ひまわりは最初から元気に咲いてました。ただグラウンドの方は長い間使われていなかったので。去年女子野球部を作るぞーってなった時にみんなで頑張って綺麗にしたんです。草をむしって石を拾って。部員たちの思いが散りばめられたグラウンドというわけか。なるほど。あの中田さん、もしよかったら私たちと1打席勝負しませんか？私たちと勝負？はい、よみちゃんたちから中田さんの話を聞いていつか戦ってみたいなって思ってたんです。もちろんピッチャーでもバッターでも中田さんの好きな方で。ではお手合わせ願おう。やった、それじゃあ早速。ただし一つお願いしてもいいだろうか？私の相手はそこにいる彼女に頼めないか？誰や？あー来たー。そんな気はしてたよ、あの最初のシーンからね。え、私ですか？さあ来ましたよ、野崎ちゃんが活躍する時が来ましたよ。はい、というわけで第1話見ていきましたね。あのシーンを見る感じ、なんか打たれてる感じがしてちょっとあのビビってますけれども、いやーら出てきましたね、中田奈緒ちゃん。結構可愛らしいキャラですね。なんか今までの中であのコラボキャラの中で一番いいんじゃないかって思うぐらい僕は好きな感じでございますけど、ちょっとねあの原作を読めてないのでまだどんな人なのかっての分かんないですけど、いやちょっと原作読まなあかんな。うん、そうやねんけどな、なかなかな。はい、というわけでですね、いやこれを機会にでもちゃんと見てみようかなと思いました。はい、じゃあ第2話見ていくか。いやー頑張れよ野崎ちゃん。8月のシンデレラナイン。私ですか？もちろん投げ込みを終えて肩を休めようとしていたのであれば遠慮してくれて構わない。それは大丈夫です。私なんかでよければお相手を。ん？いいなゆきちゃん、それじゃあ私はショートに入るね。はい、若さん、キャッチボールお願いします。お、どうした？なんか思うところがありそうね。それじゃあルールは普通の試合形式で、野手のいないところに飛んだ場合は私がアンダかボンダかの判断をします。オッケー。あ、朝日直ったのね。一つ聞いてもいいですか？どうした？どうして野崎さんを指名したんですか？グラウンドにたどり着いた時、君と投球練習をしている姿を見かけたんだ。荒削りだが光るものを持っている、その秘められた可能性を垣間見たいと思った。いやーいいね。私からも一つ聞いていいか？彼女は実戦経験をあまり積んでいないのかな？それは行きます。デッドボールだけは絶対にダメ。相手の方に迷惑だけはかけないように。嘘やろ。あ、いける。あ、だいぶびっくりした。デッドボールいったんかと思った。リリースが遅い。インコース危ない。え、あ、危なかったや、うん。今のコースボール半個分でもずれていたら当たっていてもおかしくなかった。なのにこの人微動だにせず野崎さんを見据えて。すいません、あの私コントロールが悪くてこの勝負やっぱり。なぜ謝る必要がある？え、右打席の私に対して鋭角に切り込む内角ギリギリのストレート、狙い通りかはさておき初球の攻めとしては悪くないだろう。もっとも今のが体に当たっていれば結果は出塁で私の不戦勝になっていたかもしれないが。どうした？私はまだ打席に立っているぞ。ああいいね、頑張れよ。はい、2球目いきます。表情が変わったな。さあ来い。ふっ、ボール。
ふふ、初級とはまるで別人だな。請求には難がある。しかしそれを克服できれば彼女は伸びる。まさかこんなところであの野崎ちゃんの成長を見ることができるとは。これからが楽しみな相手だからこそ。ふっ、カキーン。てかヘルメットまで持ってきてたん。本気の勝負に胸が高鳴る。わっ、あやちゃん、バックバック。嘘、ひまわり畑の向こうまで。つえー、中田さん、ありがとうございました。ボールを探すのまで手伝ってもらっちゃって。他校の備品を私のせいでなくすわけにはいかないからな。このくらい当然だ。子供の頃のようで楽しかったぞ。あの、私からもありがとうございます。打たれちゃいましたけど、でも楽しかったです。私もだ。あの球威で際どいコースを突かれていたら、負けていたのは私の方だったかもしれないな。今度はチームでリベンジだね、ゆうきちゃん。はい、今度中田さんと対戦する機会があったら、必ず打ち取ってみせます。おー、言うようになってるやん。いいやんいいやん。その息受けてたと。チームとしての再戦も望むところだ。いつかまたどこかで会えることを願っているよ。いいね。はい、というわけで第2話見ていきました。いやー、デッドボールギリギリだったみたいでございますけれども、ね、そこから野崎さんの目が変わって、頑張りましたけれども打たれてしまいましたね。ちょっとまだね、荒削りみたいですね。いや、ちょっとでもあれだね、野崎ちゃんが頑張ってるとこ見れてよかったでございます。ということで、いやー、やっぱすごいね、ひまわり畑の向こうまで運ぶという中田ちゃんのパワー素晴らしいでございます。まあ4番でエースやからな。さすがでございますといった感じでございますね。いやー、もうこれを見て、たまえの原作を見なきゃいけませんね、本当に。漫画家をちょっと単行本買いに行こうかなと思います。はい、というわけで、今見ていきましたストーリーのですね、スカウトも来ておりますよといったところで、タメミコラボ限定スカウトということで、こちらの中田ちゃんがですねピックアップされておりますね。それとまた過去に出てきた3選手も同時にゲットすることができますので、これを機会に皆さんゲットしてみてはいかがでしょうかね。このスカウトを引く動画、前回というか昨日ね、動画にして出しておりますので、概要欄に貼っておきます。なのでね、まだ見てない方ぜひ見てください。はい、というわけで、ちょっとね、じゃあおはがちゃだけして終わろうかな。いきます。これで出たらね、最強やもんね。さあ、最近おはがちゃのね、調子はあまり良くありませんけれども、やっていきましょう。いきます。たまゆみコラボありがとう。来い、カモン。コラボキャラ来い、お願い。あ、違う、ヒイラギでした。はいはい、というわけでね、皆さんもぜひ聞いてみてください。というわけで本日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ツイッター待ってます。ツイッターは概要欄に貼ってますので、ぜひぜひね、フォローの方よろしくお願いいたします。というわけで、また次回の8月のシンデレラインでお会いしましょう。以上、チョスイ南水さんのチョスでした。バイバーイ。